日本全国で大船渡のお土産品として有名になった銘菓かもめの卵は、現社長の父俊夫さんが開発したお菓子です。昭和27年にかもめの卵は生まれました。三陸の大きな港町として栄えた大船渡に、手作りの大福などを製造していた小さなお店が作ったのです。三陸の大海原を飛ぶカモメから連想し、カステラまんじゅうで卵の形をしたお菓子を作ることを思いつきました。カステラ生地にマーガリンを練り込み、黄身あんを入れ焼くという、当時の和菓子作りとしては斬新なアイデアだったそうです。このカモメの卵を作る斉藤製菓は、震災直後大船渡でいち早く工場の稼働を開始しました。一番考えなきゃならないのはね、経営者として考えなきゃならないのは、社員を守る、その家族を守る、ということだよね。それだけの責任があるから、ということは一日も早く仕事をしなきゃならない。このカモメの卵が大船渡復興の希望として地元市民たちを勇気づけているのです。なんだ、堤防越えてしまったぞ。堤防が越えてしまった。おいおい。2011年3月11日、東日本大震災はここ大船渡も津波によって大きな被害をもたらしました。14,814世帯中、およそ4割の3,629世帯が被災する半壊滅状態に町は陥ったのです。カモメの卵を作る斉藤製菓も、従業員およそ250人こそ無事でしたが、本社と直営店5店舗が被災、大きな痛手を受けました。弱気と同時に店が心配だから、高台から全部大船渡を眺めるのが良かったから、大船渡の町は本当地獄の惨状、手も足も出ないと、自宅には瓦礫の山で簡単には入れないし、店もそうだったね、瓦礫の山で。しかし斉藤製菓は、自らも被災しながら地元住民たちのために支援の行き届かない避難所などに残っていた商品およそ25万個を配り続けます。それと同時に、カモメの卵復活のために斉藤製菓は震災直後から再建準備を進めていました。会社が立ち上がったのが4月の7日。工場はね、店は4月の29日、仮設の本店は。幸いにも工場は市街地から離れた山の上にあり、津波の被害には遭わずに済みました。斉藤製菓は大船渡復興の先駆けとして、地元で一番初めに立ち上がったのです。現在は新設備を投入、新たに生まれ変わり、工場は完全再開を果たしています。本当に被害を受けた時は、仕事が本当に元通りに戻るかと、そういうような感じで心配しましたけども、なんとか復帰できて、よかったと。まあ、言ったら仕事をして本当に楽しいという気分ですね、今。本当にみんな喜んでます。どこよりも早く工場稼働を行った斉藤製菓は、次に大船渡市の本当の復興に向けて未来を見据えています。阪神大震災でも2年後倒産が増えたからね、これからだのね、正念場は。基本は自力でやらなきゃならないのね。それは誰でも経営者ならば自覚はしてるんだけど、どのぐらい持ちこたえるか、努力もしなきゃならないし、行政でもね、支援してもらわないと大変ではないかなと。斉藤製菓も本社や被災した店舗のことを考えれば、まだまだ完全再建とは言えません。
しかし地元とともに成長してきた斉藤製菓は大船渡復興の希望として走り続けることを誓います。やはり本当にお客様に支えられて今日まで来たんだなと、ピンチな時こそそう強く思うんです。みんなそうだったんじゃないかな。それから主催地として、再生しなきゃ分かんない、そういうの先陣を切るというかね、この卵が立ち上がったと、我々も続いていこうとやろうと、ね、そういうふうに、ムードメーカーっていうかね、非常に大切ではないかなと。つまり簡単に言えば元気を与えてやる、希望を与えてやるということではないかな。